こんにちは、ワンラップゴルフです。今回はですね、ドライバーにやっぱりこう重点を置いてる方が結構いらっしゃるんですけども、この間ですね、ドライバーが14回フェアウェイに行ってもやっぱなかなかスコアが良くならないっていう方が結構何人かいらっしゃったんですよ。平井博明のワンラップゴルフ。すごくポイントとしてはパターとドライバーの練習量の違いなんですけど、やっぱパッティングがドライバーみたいに例えば14回うまくいったぐらいの感じで、例えば3ホールに1回1パットで、あと2パットだったら多分相当スコア良くなるんですよ。でもドライバーが14回完璧にフェアウェイ行ったとしても、絶対スコアはいいとは限らないですよね。パターはもう絶対なんですよ。だから結局ドライバーが100点を求めてもスコアは良くならなくて、パッティングの100点を求めれば求めるほどスコアは良くなるっていうことが本当にあるんですよね。だからあんまり毎回言いますけど、ドライバーにこう100点を求めるっていうことはあまりせずに、パッティングですよね。そのパッティングを数少なく回れるように、アプローチももちろん磨かなきゃいけないですし、そのまま直接パターをしっかりこうカップインできるように少ない数ですよね。そういう練習をしていくことっていうのがすごくおすすめなんですよ。それがもちろんそうやって言い続けてきたというか、そういうふうにパッティングの方が大事ですよって動画でも言ってるんですけど、実際にお客様がドライバーノーミスだったのにスコアが出なかったっていうことがあったんで、まあ、それをちょっと動画にしたくてちょっと今撮ってるんですけども、その14回さ、フェアウェイドライバーが行った時、で他がダメだってこと、セカンドとかパターが、そうだろうね。アイアンがダメ、アプローチが寄らない、パターが入らないのどれかが絶対あるんでね、例えばドライバーがそんだけ14回真ん中行って、そこそこのアイアンショット、パッティング、アプローチがあったら、それこそそんな打たないの。だけど、何かがダメなんだよね、多分。アイアンが苦手か、まあアプローチが、ダフリトップが出るとか、例えばバンカー入れちゃって、一ホールだけ大叩きしたとか、グリーンがすごい難しくて、どうにもなんなかった、タッチが合わなかったとか、そういうことが、やっぱ出てきちゃう。そういうことか。そうなってくると、やっぱりね、シティショットが良くても、あんまりスコアとは関係なくなっちゃう。で、セッティング、コースセッティングなんかにもよるんですけど、完璧なセッティング、要はもうトーナメントと同じぐらいのセッティングのコースを回ったとしても、ドライバーってあんまり影響がない。あんま変わんない。変わんない。どんだけ、まあ、変な話、言い方良くないけど、綺麗ではないコース、でも、めちゃくちゃ綺麗なコースでも、横幅って変わらないじゃん。ああ、そうだね。メンテナンス度合いだから。だけど、アプローチパターって、コースが良くなればなるほど難しくなるって言われてる。あ、そうなんだ。そう。要は、芝が薄くなったり、綺麗になったり、で、本当はパッティングってグリーンが速い方が簡単なの。だけど、ビビるからみんな打てないって言って難しいって言うんだけど、速いグリーンの方がラインに乗せれば勝手に入るからね。転がってくってことか。ああ、そういうことか。だから本当は速いグリーンの方が、べらぼうに速いとかは別だけど、走ってくれるグリーンの方が絶対に優しい。だから9フィートから11フィートぐらいが一番パッティング入るって言うんだよね。早すぎず、ちゃんと転がる。そういうグリーンなんかは、コンディションが良くなったとしたら、難しいって言われてるアマチュアの方。慣れてないからっていうのもあるんだよね。そんな早いところでやってないと。あ、そっかそっかそっか。だからドライバーは、そのコース、コンディションが相当トーナメントクラスになっても、ティーグラウンドにティーさして、で、その場で打つだけじゃない。だから、状況はあんま変わらない。あ、難しさが。わからない。そっかそっか。伝わってこない。そうだね。だけど、ほんとさっきも言ったようにヘアウェイが薄くて、薄いとミスが許されない度合いがやっぱ増えてくる。で、それもアプローチも一緒だし、で、パッティングも速くなると、ビビって打てなくなってくるから、まっすぐ転がらなくなる。要は、ビビっちゃうからね。それで、転がりが悪くて入らないっていう方が多いので、まあ、そういうところっていうのは誰もあるんですけど、ドライバーの方が打ちやすいっていう部分もあるんでね、そういうところで。
なんで、まあ、それを、まあ、難しく。だから、マットで、アイアンマットの、その、打つところじゃなくて、スタンスマットの硬いところでアプローチ練習してもいいし、うん、立つところも人工芝。はいはいはい。まあ、ゴム板とかだったらね、うん、手痛めちゃうってな。そういう工夫なんかもしてみることをお勧めしますね。うん。反対に、そのパッドだけ良くて、他はそうでもない時の方がスコアは良くなるってこと？パッドだけ良くて、他が悪い時の方が、OB とか行かなければ、うん、結局、ティーショットぶん曲げて、うん、セカンドショット出して、うん、でそこそこグリーンに乗って、うん、それワンパットがパーじゃない。あ、そう、だから、パッティングだけ良ければ、スコアが良くなる可能性っていうのは相当上がるんだよ。ただ、いかんせん練習する場所がない。普段から。あ、そうだね。人工芝しかない、うんうん。って言って、練習をしない方がやっぱ多いし。うん、だから、それこそ、家のパターンマットでもいいわけよ。うん、2、3メーター、うん。で、結局、2メーター、1メーター半のサークルにロングパッドを入れられるんだったら、うん、結局その最後の1メーター半を練習しとけば、あ、結局2パッドでいけるようになるじゃん。だから1メーター半から2メーターぐらいを常に練習する癖をつけることはすごい大事よね。うん、そうなんだ。それが優先的にあるのね。1メーターから2メーターぐらい。そう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 。1メーターから1メーター半の確率が、の差がやっぱ一番多いから。あ、打つはね、前のなんかで。そう。だから1メーター半から2メーターを練習しとけば、うん、2メーターのサークルって要は直径4メーターじゃん。そうだね。そう、だから相当でかいのよ。うん、あ、そっかそっか。2メーターって聞くと小さく感じるけど、うん、右と左合わせて前後合わせたら、そっかそっかそっか。4メーターのサークルってでかいじゃん。なるほどね。あ、そこに入れる感覚でロングは打つの？そう。ああ。ただプロになるとそれが50センチとかになってくるからね、直径1メーターとかになるけど、はいはい、でも難しいロングパットだったら、うん、そのパットを頑張るんじゃなくてセカンドパットを頑張るためにファーストパットを打つから、あ、だからサークルがどんどんでかくなるんだね。はいはいはい、はい、うん、だその複雑なラインほど、うん、このサークルのこう円のね、どれぐらいの大きさかっていうのが変わってくるっていう感じだよね。そういう自分を楽にする考え思考になってくるとファーストパットも楽になる、うん、絶対寄せなきゃとか入れなきゃってなってくるとやっぱ難しくなって、うん、タッチどころじゃなくなるから、うんうんうん、でタッチをこうしっかりこう合わせながら、うん、朝のパッティンググリーンの練習とかはしてあげた方がその一日のタッチが合いやすくなるんで、まあ、そういう練習を普段からやることですよ、ね、をちょっと参考にやってみてください。あとは練習場で僕らがねいつも撮ってるところは、うんうん、グリーンあるじゃん、パッティング外に、あ、ないんだっけ、アプローチしかない。あ、あれアプローチか、うん、じゃあ練習できないんだ。できないね。あ、やっぱ練習場だとなかなかできないんだね。そう、だからゴルフ場が練習場施設を開放してて、あ、お金払えば、うん、ホームグリーンで練習できますよっていうコースがあればね、うん、いいんだけどね、うんうんうん、まあ、石岡ゴルフが前あったんだよね、うんうん、まあ、インペリアルもあるけど、うん、なかなかでも少ないよね。あ、うん、やっぱ練習場は少ないんだ。そう、あとはまあ人工芝もいいと思うけどね。あ、そう。やらないより。ああ、やらないよりは。そう、やった方がいい。例えば人工芝の状況なだけで、うんうん、別にそれに似た状況があるかもしれないし。うん、だから、まあなんだかんだ理由をつけずに練習をするってことは大事。うん、対応するってことだからね。うん。何でもかんでもこれじゃなきゃダメってわけじゃないから、うん。まずは形として示すことっていうのが大事かもしれないね。今回はですね、ドライバーがお客様の中で14発、ショートホール抜いた数ですよね。フェアウェイにヒットしても、スコアは決して良くならなかったっていう、その事例があったんで、ちょっと動画にしていきました。あとはパターの重要性ですよね。その2点をちょっとお伝えしたくて動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。最後まで、雪なこと何も突っ込まずに終わるっていうね。あ、練習場じゃなかったですね、今回は。そこ申し訳ないです。北海道に来てまして。北海道で打席行こうかなと思ったんですけど、なんせ時間がない、トール君と僕は。なんで、ほんと、蔵生食べながらここに来ましたから。コンビニ、キオスクで買って。ね。そう。はい。なんで、まあ、ちょっと時間がなかったんで、すごく雪バックで撮ってますんで。はい。そう、動画内、最初の理由ことだよね、これね。何にも触れずにここまで来ましたけど。うん。でも もうすぐこれから遊ばず帰りますんで。はい。はい。また練習場の方で動画撮りますんで、よろしくお願いいたします。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、
あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。